どうも皆さんこんにちは。ロボの唯一の相方、バッカスのバッちゃんが4弦だけチューニングが合わない。弾いた瞬間はぴったりなのにどんどんシャープしていく謎の現象に悩まされておりました。これは誰かの呪いでしょうか？散々呪ってやった坂本隼人の呪い返しなのでしょうか？じわじわ針がシャープ方向に動いていくんだな。この怪奇現象に立ち向かうべく、右手に六角レンチ、左手にドライバーという魔除けのアイテムを手にし、あれこれバッちゃんをいじくり回し、ついでに弦高も下げ、抑える手が楽になったけど余計なところがフレットにベチベチ当たっちゃうようになってしまいました。あ、オクターブチューニングもせなあかんのか。弦を緩めてはブリッジを動かし、また締めてチューニングしてさらに12フレットを抑えてチューニングし、まだ長い、え？まだ長いの？何回繰り返すんだこれ？まだ3本も残ってるのに。と心がバキバキに折られながら悪戦苦闘ておりました。本当にこれで合ってんのか？最悪楽器屋さんに駆け込むか、と思ってましたが、結局、つけていた弱音器のスポンジが劣化して勝手にハーモニクスしてるっぽいとの結論に至りました。外したら超安定。まあナットが原因かも？とか思って潤滑剤注文しちゃったけど、まあ後々どうせ使うだろうから無駄にはならないね。ついでに指板のオイルも注文しといたぞ。と、ロボがバッちゃんのご機嫌を損ねてる間に、ラブバイツグローリーグローリープザワールドアナログ版発売。わし、プレイヤー持ってないからな。ネモフィラネモフィラ VS ショーや。横浜行ってきたぞ。バンドメイド原神コンサート出演。すごかった。陶器浮きな中、プロ野球ペナントレースも終了。ヤクルト、オリックスファンの皆さんおめでとうございます。我らがドラゴンズは見事に再開。お金もないし来年に向けて補強も期待できないからな。ねえ、ホームランバッターとは言えないビシエドを4番にせざるを得ない苦しい状況。チーム全体のホームラン数が62本、ヤクルト村上は1人で56本ため息が止まりません急。そもそも編成が偏りすぎてるんだよね。うちの足りない問題、外野多すぎしかもアベレージ系ばかり。これ誰が監督やっても無理だよ。と、止めどなく愚痴が溢れ出す今日この頃ですが、気を取り直して参りましょう。まずはラブバイツ。着々と復活に向け進み続けるラブバイツ。完全限定生産鋼鉄の福音グローリーグローリー当座ワールド12インチアナログ版。皆さんはもうゲットされましたでしょうか？ごめんよプレイヤーないからこれは手が出なかったよ。ラブバイツファンはガチのメタルファンがたくさん音にもこだわりがすごいだろうから、こういうのは嬉しいんだろうね。プレイヤーも安いやつなら6000円ちょいからあるんだな。でもレコードってそれなりのスピーカーで鳴らさないと、ってイメージがあるんだよね。うちでは無理だな。結局イヤホンで聞くことになるからね。せっかくのアナログサウンドを Bluetooth イヤホンで聞く、というのはどうなんだろうか？まあ、わしら貧乏人はニューアルバムに期待だな。ねえ制作も一段落してるのだろうか？ハルピーハイナバ化粧品店へ観光。岡山県津山市にある化粧品店で、ビーズのボーカル、稲葉講師の実家として有名なところだね。もはや観光地とかしてるんだね。ライブ応援フェアとかやってるらしいぞ。そして春夏小倉屋も津山の有名な老舗和菓子屋さんなんだけど、こちらは稲葉講師のお兄さんが社長をしてるんだね。なるほど、ハルピーが持ってる178ドラ焼きはつまり稲葉ドラ焼きってことなんだな。海外の視聴者さんにはわかりづらいかもしれないけど、数字の178は日本では稲葉とも読めるんだよ。385なら都、とかね。それにしてもハルピーって稲葉さんのファンだったんだね、知らなかった。まあ、わかるなぁ。かっこいいし唯一無二の歌声わしも稲葉なら抱かれてもいいぞ。間違いなく日本最強のロックユニットのボーカルだからね。稲葉さんとラウドネスの二井原さんのトークのやつはボーカリスト必見だ。ドリミネイさんもこの間のオージャパンは予選不通か、残念だったね。やはり全日本となると競合がいっぱいだからな。てか、本職はギタリストなのに全日本に出ちゃうだけでもすごいんだけどね。次回に向け息を養い、ドリミネイさんも順調にリバウンド。今まで頑張って節制してたんだから存分に食っても誰も文句言わないぞ。そして次はギタリスト緑に期待してます。都も何やら色々慎重。ゴージャスなストラップ。オーダーメイドのハードケースもかっこいいね。
わしもこういうの欲しいなぁ。とりあえず段ボールにポンコツと書いて気分を味わいます。そして元メガデスのギタリストというよりもはや面白外国人のイメージしかないマーティ・フリードマン、神バンド大村隆義、イギリスのギター師トータルギターで、読者が選ぶ史上最高のギタリスト100選にて8位に選出された一家のイベントを観覧。いや、むしろ都を参加させろよ。ねえまあ、ステージに立ってギターを弾くのは復活ライブまでお預けかねえ。復活が待ち遠しいけど年内はなさそうだな。今はただただ待つのみ。まあ、復活確定してるわけだから、ワクワクしながら待ちましょう。そしてネモフィラ、行ってきましたよ。ネモフィラ VS ショーや。ねえ当たらんよなぁ、と思ってましたがまさかの当選。まあ、と平日で都心から外れた横浜、ということでどうにか当たったようです。前回のバンドメイドのお給仕で仕事を早抜けする技は使ってしまったから、今回は仕事終わってから大慌てで横浜に向かいました。それでもだいぶ巻いたんだけどね。まあ、渋谷まで出ちゃえば副都心線で一本だから乗り換えロスもあまりなく、どうにか絶プ横浜にたどり着きました。とりあえずタバコ吸いたかったけど横浜って喫煙スペース全然ないんだな。ダイバーシティは建物内に喫煙室がたくさんあるから困らなかったけどね。走行してると小雨がパラつき始めたのでやばいなぁ、と思いながら列に並び、物販の時間はすでに終わってたけど入場後に帰るとのことで一安心。とりあえずコラボ T シャツとタオルをゲット。はい、即装備していざ会場へ。今回はかなり後ろの方でしたが、ゼップ横浜はステージが高くなってて、ちっちゃいおっさんのロボでもメンバーのお姿が十分堪能できました。開演前の音楽が流れる中、無知なロボは何の曲やこれとか思ってると、他の客たちが左上方に向かって手を振ってます。なんやと思って見てみると、向かって左の2階の窓、あれは窓でいいの、そこから誰かのお姿が。だ、誰だ誰なんだ。はい、ロボではよく見えませんでした。多分ショーヤの方たちは先にやるから下に降りてるだろうから、ネモフィラだろう、とは思いますが誰かは全くわかりませんでした。走行してるとショーヤパイセン登場。そしてこの曲はまさか、寺田姉さんとまゆちゃんのトークの番組で寺田姉さんがやりたいって言ってたけど、まさか初っ端からあの曲なのかと思ってたらやりませんでしたね。ちょっと期待したけどな。まあ、詳しい内容はまだ ZAIKO で見れるからネタバレはしないようにと思うけど、めちゃくちゃ楽しかったよ。はい、五十肩にムチ打って拳を振り上げ、時にタムさんを拝み堪能してきました。まだ見てない人はぜひ見てみてください。そんなネモフィラもアメリカにすでに到着。いよいよアフターショックですね。アメリカのファンたちいよいよだ。いいなぁ、ロボも見たいなぁ。アフターショックって配信あるんだろうか。ねえ、バンドメイドも出るし見たいよねえ。とにかくアメリカのファンの皆様、ネモフィラをぜひ盛り上げてください。よろしくお願いいたします。そしてバンドメイド、アフターショックまで大きな動きはないんだろうなぁとか思ってたら、来ましたね。しかも自分たちの曲じゃない、これはレアや。はい、原神コンサート2022。はい、オープンワールド RPG 原神。重くて有名なやつね。そのゲーム中に流れる名曲を名だたるアーティストたちが演奏する原神コンサート、それになんとバンドメイドが出演。世界中でプレイされてるゲームだからな、知られるチャンスだ。ファミ通のクロスレビューでもプラチナ殿堂入りするほどのゲームで、ゲーム内の音楽は収録にロンドンフィルハーモニー管弦楽団が協力するなど高いクオリティを誇るそうだよ。そんな大作ゲームの配信コンサートにバンドメイドが参加。演奏曲は暁ワイナリーというエリアのテーマ曲だね。まあ、曲自体はイングランド民謡グリーンスリーブスのパクリなんだな。ロボもてっきりグリーンスリーブスをアレンジして演奏してると思ってたからね。一応、タイトルはドームイナーイーシームだけどな。お伝えしときますが、あくまでもパクったのは原神であって、バンドメイドは送られてきたものをアレンジして演奏しただけだからな。というのは覚えておいてください。ただバンドメイドの演奏はめちゃくちゃ良かったねー。ミンチョってこういう渋いメロディがめちゃくちゃ似合うなー。最初のとこのキックを加えて演奏してるとこ、はい、かわいい。100点満点です。ミサのメロディベースも負けてないよ。爪もベースに合わせて黄色だー。
これも一曲まるまるミサの手元を映したやつが欲しいよねー。あーちゃんの絶妙な控えめだけどパンチのあるドラムもたまらん。ロボ熱い前半のドラム叩かない間静かに微妙に揺れてるあーちゃんを凝視してしまいます。小鳩のアルペジオもさすがです。いや、もうこれ MV して何かに収録するレベルだろ。ねえ原神さんよろしくお願いします。そして12月18日メリーロックパレード2022というフェスにバンドメイドが出演決定。これは名古屋なんだねー。ロボはきついかなー。まあ近場のフェスも行けなかったけどね。そんなわけでこんなクソ動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンも押してくれると、下げすぎた原価を調整するやる気がちょっとだけ増します。さようなら。